どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、バトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日は、今ね、海外勢で流行りに流行っているですね、こちらのストックをね、えー、使った、まあ、AK-74N、まあ、通称ね、P ちゃん、足を使ってね、敵しばいていこうと思います。はい、ということで、ね、 えー、こんな感じでね作ってきましたこれ見てくださいなにこれピーちゃんの完全上位互換ですねはいこれはやばい、えー、基本ステータス垂直81の水平71エルゴノミが46の精度37腰ダメ70の有効射程80っていうことで、まあ、皆さんね見てくださいこのなんかよくわからん武器を SMG か LMG か AR なのかもうわからないですよね、まあ、全てがまあ組み合わさったと言っても過言ではない、まあ、キメラ武器になるんですけれども、まあ、注目していただきたいのはみんながネタネタ言っている、ね、100連マガジンになります、はいまあ、これをつけるとねエルゴノミクスがマイナス10されるんですがマイナス10されてもね、まあ、46というね品質を保っているこれは高品質ですよはいということで、えー、今回ねこちらのね AK-74N を使って、敵をね、ぶち56していこうと思います。はいまあ、前回ね、まあ、M4A1 でね、まあ、ストック、まあ、こんな感じのさ、まあ、P ちゃんストック使ってみたんですけど、まあ、かなり良かった。でね、まあ、やっぱりね、海外勢がね、今ね、このストックをね、結構使ってるんですよ。ピストルグリップとね、ストックが一体化したね、えー、このストックがですね、まあ、かなり今流行ってるっていうことなので、えー、今回ね、こちらを使って、 敵芝居ていこうと思います、まあ、僕が作った時はこれ約6万円ぐらいでしたかね。まあ値段もですね、まあ割とそこそこなんですよ。だから、 まあ非常にね、えー、まあなんか扱いこなしやすいっていうか、そのまあなんか使っててね、まあストレスにもなりませんよね。あんまりさ、なんか高いものをね、身につけてしまうと、なんか自分にはさ、合ってないんじゃないかって、まあそういう庶民肌の方いるじゃないですか。普段ね、庶民の方がですね、急にね、ナリキン装備をね、装備したら、それはもちろんね、緊張するに決まってるじゃないですか。はい。いつも通りのプレイングなんてね、まず無理。 あの重圧に耐えられないからそんなねはいということで、まあ、このね AK74NP ちゃん最強暴れ馬カスタムにすれば、まあ、そこまでね値段も張ることなく、まあ、非常にね強い性能を発揮してくれますので庶民のみんなにもめちゃめちゃう、まあ、嬉しいと、まあ、お財布にも優しいですねはいということでですね早速射撃場に着きましたのでまずはノンリコイルで撃っていきたいと思います こんな感じですよ。はい。あまあ、結構左に取れていく感じか。まあ、100連マガジンだからね。まあ、普通に天井にはついてしまいますよね。まあ、こんな感じです。まあ、ただファルと比べたらファルの方が暴れ馬なんで、ファルを制御できている僕からすれば、まあ、イージーでしょう。ほら、めちゃめちゃ扱えるわこれ。全然余裕ですよ。しかも100発ね、撃ち放題ですから。はい。 まあ、撃った後のね、責任は取れませんけれども、さらに今回ですね、予備でね、60連マガジンを持っていってるんで、ま100連にね、おごることなく、ましっかりリロードして、まやれるということで、まこうやってね、エイムもめちゃめちゃいいわけですよ。はい、素晴らしい。えということでですね、まあ、大体武器のね、ま性能っていうのはま理解しましたので、全然いいんじゃないかな、これ。う安定もするしさ、まエルゴノミクスもね、まそこそこで、 これだったらね、全然打ち勝てると思いますよ。はい。しかもね、1V 複数でも、こうやってさ、もう球をね、ずっと打ちっぱなしで、こうやってやれるっていう、今のでワンパ壊滅しました。はい。ということでですね、秒速23センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。最近ね、コメントで聞かれたんですけど、こんがりさんはなんで1日3本上げていて、毎回毎回全ロスをしているのになぜメンタルブレイクアウトしないんですか そのやる気はどこから来てるんですかっていうね、まあ質問があったんですが、まあこれに対してね、まあ僕が答えたいのはですね、アリとキリギリスなんですよ。はい、皆さんその話知ってますかもうね、キリギリスになったらね、ダメなんですよね。まあみんなもさ、わかると思うけどさ、やっぱなんかさ、調子乗っちゃうじゃないですか。あの成功すると。まあ僕もね、えー、成功者とはまあまだ言えないかもしれないんですけれども、ただね、えー、ただの素人が、まあチャンネル登録者数さ、1万人を超えてですね、 ここでね、サボってしまったら、もう本末転倒、水の問題なんですよね。うん。今までの頑張りがね、すべてパーになりますので、まあ、こっからがスタートだと、逆に、今頑張らないで、いつ頑張るんでしょう。今でしょうってことなんですよ。はい。ということで、まあ、これはですね、キリギリスにならないようにするっていうのをね、まあ、しっかりと心がける必要がある。で、メンタルブレイクアウトね、なぜしないかっていうと、もう気合い。もうただそれだけ。もう本当にさ、 俺だってね、あの、編集してる時にね、わかるんですよ。え、なにこのムーブって。みんなと同じ気持ちになってんの。え、そこで回復幕のねえだろとかさ、え、なんだそのエイムはとかさ、え、何その立ち回り終わってんじゃんってね。編集中に初めて気づく。これね、喋りながらね、プレイングするとね、どうしてもね、やっぱりあの、普段とはね、違う感じになってしまうんですよね。集中力が段違いなんで。 みんなはさ、どうせね、喋る友達もいなくてさ、ひたすら野良でさ、なんか黙々、なんか無言でさ、自分のね、エイムとまあ、プレイングに集中すればいいかもしれないんだけどさ、僕はね、腐ってもね、ゲーム実況者というまあ、肩書きを背負っていますから、ちゃんと実況しないといけないわけなんですよ。はい。まあ,あ、の、ゲームプレイヤーではありませんから、僕ね。うん。まあ、あのさ、無言でね、まあ、上手いプレイングをまあ、動画にね、してる人はいるんですけど、まあ、そこまで僕はね、まあ、見せられないというか、 まあ、そもそもね、まあ、こうやってね、動画の中で喋るのが好きなんで、適当なことね、言い散らかして、はい。だこのスタイルを、まあ、崩したくないっていうのがあって、まあ、あの、無言でね、動画を撮ることは、まあ、ありません。あ、いたんわ、いたんわ、いたわ。あれ、いるぞ。待って待って待って。敵いるわ。見つけた、今。ちょ、待って、あれさ、仲間に報告した方がいいわ、絶対な。あれ、どうせみんなさ、気づいてないでしょ。いるぞ、そこ。ちょ、待って、ここにいるからな。おい,おい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 、ここにさ、いるぞ。そこにさ、敵見つけたって言っとくか。 とりあえず、あいつやってほしいわ、野良の人に。俺じゃあ、ちょっとね、あの、無理だわ、制度的に。はい。じゃあ、あそこさ、縛いてくんねえかな、マジで。どこ行った、あいつ。消えやがったか。俺が見たやつ、どこに行きましたか、あれ。あ、いたわ、いたわ、いたわ。あ、ちょっと待って、まずまず。抜かれるぞ、頭抜かれるぞ。報復しろ、報復。何してんだで、ね、後ろのやつは何ちょ、待って、本当に。あいつ、縛かないといけない。ほら、目の前、目の前。あれいるじゃん。あれを、ちょっと、ジグザグスパークで避けつつ、 しばきに行きます、僕は。はい。さすがに許せんな、あれは。あいつさ、バレてないとでも思ってるんでしょうかね。俺はさ、分かってるからな、お前の位置。えー、もうちなみに、これ、グレネード投下するんで、はい、さすがにな。これ、グレネード案件でしょう。はい、ジャンプしてあげて、しっかりとここで火炎瓶も投げていくから、お前に対してね、そこ、分かってるよっていうのをね、教えてあげる。これ、優しさですね。さあ、しっかりとここでね、グレネードも投げさせていただいて、死んだかいったんか、これ。 ワンチャン行ってる可能性あるね。行ったくさいか。あ、いってますわ。あ、いってんな。はい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 。来ました来ました。対戦、ありがとうございました。これは、えー、誰が縛いたんでしょうか。えー、縛いたのはですね、僕じゃありませんでした。残念賞。僕ではなかったんで、えー、しっかりね、えー、ここ邪魔。ちょっとどいて。これ、縛かれるって。危ないって。ナイスナイスナイス。さあ、そっち側もいるか。オッケー。公安にき縛こっか、これね。オッケーオッケーオッケー。そこ、縛こそこ。 いやでもさ、これ別荘行くのもまあありよりのありなんだよな、全然。まあただ一枚ここで分けてんのは相当でかい。てかまあプレイングさえ渡ってますよね。今ね、まあ寝起きじゃないんで、朝っぱらにね、僕撮影してるんですけど、これ一応。ただ、もうね、寝起きしてから6時間ぐらい経ってるんでね、もう相当元気なわけですよ。はい、この元気をね、パワフルさ、まあパッションさで敵にね、えー、まあしっかりと詰め寄っていきたい。 あ絶対しばくからな、そっち側。まあ、こっち来るしかないよね、どうせ。交番に来は。まあ、だからさ、まあ、絶対こっちで待ってればね、えー、勝てるっていう、まあ、簡単な、まあ、お仕事。まあ、後ろが怖いけどさ、後ろはまあ、ケアしなくていいだろう。う前線拠点で湧いたの僕たちだから、まあ、全然さ、後ろは警戒しなくてよくて、もう今からね、まあ、突っ込めばいいだけっていう簡単なお仕事。まあ、というか、待ってればいいよね、ここでね。絶対敵は来ると思うんで、はい。ここで、 イモリ散らかすこと山のことししかしちょっと後ろが怖いと思いきやまあちょっと後ろも見ておくか一応なこれさすがに後ろも見ておきましょうかさあでもね仲間がしばかれている可能性あるんでてかここであんまりさ動いてるとさそこで動くな動くなって言われるんですが怖いんですよこれ動かないと4番さんもがっつり動いてるからねまあワンチャンバレていてもおかしくはないあこれ普通にスカブだなちょ待てちょ待てその奥かさらに よくわかんないけどさ、いるよな。じゃあもうさ、俺たちのね、存在もバレてるからさ、これ行くしかないっしょこれ普通に。詰めましょうよ。ガンガンアタックかけようぜ。ここでさ、号令かけていく。さあ、アタックの号令もかけました。さあ、どんどんやっていきたいんですけど、ここでね、冷静沈着に鎮痛剤パクパクタイム。変わってしまいましたよ、僕も。ついにね、もう鎮痛剤警察の皆さんの仕事がなくなってしまった。申し訳ない。 皆さんにね、怒られすぎて、僕もね、さすがにね、へ人 <laughs> 袋の尾がぶち切れたんだよ。ちょ、待て待て待て。お前らさ、うるさいぞ、黙ってろ、ほんとに。静かにしてくれ。いや、ちょっと敵がさ、ビビっちゃったかな、これ。いや、でも絶対いるでしょ、派どこどこどこ。どっち側、それ。ちょっとロケーションマーキング欲しいけどな、それ。それでかい。めちゃめちゃでかい。ありがとう。こん中いないか。 ワンチャンいると思ってるんだけどな。これワンチャンいるでしょ絶対。ちょ待ってちょ待って。これ上とかもしっかりとクリアリングしてあげましょうか。これいる可能性あるぞ。ガチで。これいるんじゃないえ、こんなかいないさすがにいないか。あ、もう相手ら。相手も抜けのカロですね。こっち側もちょっと怖いけどな。大丈夫かこれ。やっていいか。ちょ、詰めるか。ガン詰めするここ。ここしっかりちょっと詰めてあげたい。これ大丈夫かよ。2番の兄貴。 撃たれていますね、2番さんが。さあ、2番さんが撃たれたんですが、どこにいるんでしょうか敵の位置がわからん。敵まだ見えてないわ。あ、行ったか。やったんだ。これ2番が縛きましたね。はい、対戦ありがとうございました。もう終わりかなこれ終了か。いやー、ちょっとここ縛けなかったの痛いな、正直。ただこれ、うんぴーえ、マジでどうなってんのこれ。朝っぱらの警告余裕かこれ、もしかして。 これはさすがにひどい。うんぴーやろうとさ、マッチングするって何よそれ。うんぴー踏んじゃったって感じ。ちょっともういきましょうか。これ別荘だな。うん、確実に別荘行ってさ、潰しましょう。まあ敵がね、しょうもない感じなんで、これは逆にね、ピンチをチャンスと捉えた方がいいかもしんない。これ別荘でさ、まあしっかりガッツリね、金庫すべて、まあ、泥棒ムーブでいきましょうか。 えまずあいつしばいておいて、えー、さっさと行きましょうただここさあ,、まあどうしようかな、まあ、アイスピックに持ち替えてでここでペン回しもしっかりと披露していくさあ,、まあ今日の運勢は何だろうな、えー、まあ今日は大吉ですねこれ絶対勝てます、はい、勝ち確定演出入りましたいやすべてが見えてるぞ今回なんか鎮痛剤の残り時間もね、えー、しっかりと把握できてますし えで敵のさ、位置とかもね、すべて丸見えじゃん。これ完璧です。はい。ゾーンに入ってるかもしんない、今。今ね、僕んちって、電気のアンペアっていうんですか、なんか使用量をね、一番低い設定にしてるせいでさ、エアコンとパソコンがね、同時に動かせないんですよ。はい。同時に動かすと、電源、ブレーカーが落ちちゃうんですよね。だから、もうちょっと今、寒すぎてね、逆にその寒さがさ、なんかあの振動して、なんかそれでさ、なんか筋肉がね、 めちゃめちゃ震えててさ、逆にいいのかもしんない、これ。脳からのシナプスがですね、かなりいい感じに伝達できてる可能性がある。はい、皆さん何言ってるか分かんないでしょ僕も何言ってるか分かんないで安心してください。とりあえずこの中入るか。いや、これさ、もうしばかれてんな。いるな。マジか、別荘2機もういるんだけど。ガチ。あ、いた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 アップな。ちょ待って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 。助けて、マジで。いるわ、なんか変なリーン2機が。 えー、とりあえず、ちょっとここでさ、ツンツー剤ガブ飲みタイム忘れないうちにやっとくか。マジでさ、ここでね、冷たいんで、はい。あいつしばきたいですね、確実に。いや、ちょっとこれさ、敵がエイム置いてる可能性ね、120%なんですよね。怖いですね、本当に。ここは強気に詰めていきたい。大丈夫かいけるかいけないか答えは聞いてない。あ、待って。こん中いるかいや、鍵開いてないね。ちょ、どこ行ったあいつ。怖わ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 。 ガチで怖い。移動しやがったな、あいつ。どこ行ったちょ、待ってくれ。怖い、怖い、怖い、怖い。いった、いった、いった、いった,た。アップだ。アップね、アップね、マジで。あ、いたいたいた。マジでまずい。とりあえず、これ引きましょうか。アップだし、アップね、マジで。うぅ。こういうことよ。これが、ま、キャラコンゲーミングってこと。マジでだるいな。これ近づいてきてるか。おい、おい、待て、待て、待て。待てお前さ、お前、それはさ、さすがに。さすがに甘えだろ。はい、勝ち。 勝ちましたえ g じじい対戦ありがとうございましたさようなら君甘いよそれはさすがになはい敵をしばけました無事にこれで僕のミッション完了セレモニーこれさすがに MPX しょうもないかしょっぱいですねこれ MPX しばきましょうでしっかりこれミニをさこっちにやっといてであとはねこの辺ちょっと漁っていきましょうかはい勝ちなんか今日強いぞ 普通にさえてるんですが、プレイングがね、20丸。で、なんかこれもさ、しっかりもらっておいて。で、バックパックもちょっとあさり散らかしましょうか。ちょ、待って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 。はははは。大丈夫かよ、なんかそれ。やめてくれ、ほんとに。ちょっと頼むからさ、マジで何もしないでさ、A1 弾とかうますぎる。 さあ、そして、なんかミニか。あ、これミニにさ、A1 弾詰まってんじゃないかな、もしかして。その可能性出てきましたよね。えー、とりあえずちょっとこの辺ちょっと縛いておいて、えー、この辺ね、えー、しっかりとロールアッピングで GG しておきましょうか。まずい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 。怖い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 。これ誰これさすがにスカブだよな、多分。よくわかんないけど。まあ、多分スカブだと思うんですよね。で、一旦ここでね、手術タイムがま4つ必要だということで、 16秒かける4っていうわけですから約1分間ね僕はここから動けないってことでマジでちょっとやめてくださいちょ味方がさここね縛いてくれることを期待する、まあ、鍵が開いてなさそうだからね、えー、これはね非常にいいかもしんない逆にまあ、ようやくね、えー、手術巻き巻きタイムも終わりましたのででさっきのやつはどうやらスカブだったんでまあ、平穏を手に入れましたはいあとはちょっとこいつからさ回復縛いといた方がいいかもしんないなこれまずいもう回復がありましん さあ、とりあえずね、この四角いボックス使いますが、さすがに前回はね、無理でしょう。で、鍵をね、4番さんがそこ開けてしまったので、えー、ちょっと僕の出番はね、なくなってしまいやした、えー。ということで、おい、待て待て待て。お前さ、回復はよこせ。ちょ、すまんあー、回復よこせ、マジで、それ。3番、回復返して、マジで。回復落として。おい、マジかよ。いや、マジかー。その回復取っとくべきだったわ。くっそ。 最悪。ま、あこれはちょっとね、まあ、僕にもね、えー、ちょっとあれがあるので、まあ、いたし方なしなんですが。いやー、ちょい、これまずい。これ、ビアーマツ案件入っちゃった。しかももうさ、金庫ほとんど開いてるでしょ。これはやばい。あー、こっち側の金庫も開いてるか。いや、いや、びっくりした。びっくりした、今、ほんとに。心臓止まらすな本当、ほんと。アップな。ちょっと止まったんですが、で、この中から絶対回復あるだろう。え、これ、味方のやつ。 ね、味方しばかれた案件かこれもしかしてあああ,あ,あ,あかわいそうにえー、じゃあちょっと一旦ねこっから回復しばいておきましょう。 ふなんとかまあ50回復することができたんですけれども、まあじゃあちょっとこの辺もね、えー、しばかせていただいて、えー、で、しっかりこれもさ、ロールアッピングしておきましょうか。じゃあ最後しっかりとブロワーも取って引きましょう。はい。あただね、えー、帰り道が条件1の LV パークはちょっと僕あれ持ってきてないので、てかあれもう買ってないんだよな。買えないからな。うん、安全帯買う金なんて僕にはないからさ。 まあこっち側からね、まあばっこり帰っていきましょうか。いや、今回、正直、微妙なんだよな。うん。まあ、1枚しばけたからもう帰りますが、1人1冊のまあ精神でね、まあ、帰りたいと思うんですけれども、ちょっとな、これ、帰ってもまあ10万レイド行くかどうかっていう感じなので、まあ、相当ね、まあ、渋い、はいそして、回復がないっていうね、えー、まさかの事態、はい前代未聞の事態に陥ってますので、 ここで家庭用救急キットから何かを出すしかなかったんですが、ネブライザーが出ました。全く意味はありませんが、まあ、3000円はうまいんでね。いや、なんか懐かしいな、こうやってね、砂浜をさ、走るこの感じ。高校生時代にね、走ったマラソンを思い出しますよね。はっはっはえ、マジでえ、マジでお前帰ったんかおい、帰れるんだったら教えてくれよ。なんでだよなんでいつもそうやって一人で帰るん 今思い出したわ。高校生の時にね、なんかマラソンさ、走ってて、友達にね、一緒に走ろうぜって言ってさ、思いっきり置いてったことを。はい。まあ、因果応報ってやつですよね、これが。あの時のね、まあ友達の気持ちが、今ね、初めてわかりました。相当うざいな、これ。うん。お前なんか逃げ足だけは早いな。これがあの時のね、友達の気持ちですよね。はい、ということでですね、えー、本日の最終結果、見ていきたいと思います。はい、ということでですね、本日の最終結果はこっちら 14万円意外と稼げた。はい。ということでね、まあ、1枚しばいて14万、まあ、普通に稼げたらいいでしょう。いや、ちょっとね、金庫ね、もうちょっと漁りたかったんですが、えー、ちょっとだいぶね、被弾をしてしまったために、えー、金庫漁るのが遅くなってね、まあ、そこだけが、まあ、唯一ね、心残りではありますが、まあ、連続脱出できたってことでね、まあ、命よりさ、重いものはないから、生きてることに感謝をして、えー、今日もね、終わりたいと思います。以上、こんがりでした。じゃあな 叽叽。